来た。どうぞどうぞ、この白鳥位置につける、お願いします。本物でレスキュー、まあ、どっちだという企画を。はい、皆さんこんにちは、レスキュアーズの時間です。はい、今回は、今回ちょっと今セガサミスポーツアリーナ来てます。おすごいね、綺麗ですよね。まあ、何するのかっていうところですかね、はいはいはい、今回ちょっと企画名発表する前に、はい、ゲストの方呼んでるんですよ。ゲスト、大物ゲストです。はいはいはい、ちょっとまずその方に登場していただこうかと思いますので、はい、じゃあお願いします。来たー、名前言えませんでした。どうもどうぞ、その白鳥1つける、お願いします。渡り T19 さんです。お願いします。お願いします。お願いします。ついにですね。ついに渡りさん来ていただきました。ありがとうございました。元消防士は渡りさん。いや、かなり印象ありますよ。本当ですか。はい。いや、それはちょっと嬉しいです、ね。ずっと渡りさんといつかと思ってたんで、ドキドキした。じゃあ今回渡りさんをお迎えしてやりたい企画っていうのが、本物でレスキューはどっちだという企画をちょっとやっていきたいのかと。本物レスキュー。はい、レスキューハウス、今隊長が、スカイの命を助けるために災害とか防災について発信してるじゃないですか。一方渡さんっていうのはメディア、テレビでレスキューというところで、まあ、消防士といえば渡さんっていうイメージあるじゃないですか、はい、もうこれ本物決めるしかないなと。ああ、なるほど、はい、レスキューハウス大丈夫ですか。渡りハウスになっちゃうからで今回じゃあ何企画するのかっていうと、レスキュー対決5番勝負用意してます、はい、うん、1つ目が筋肉系、2つ目ロープ傑作、3つ目が救命に関してで、4、5に関してはフリップをめくってそこで確かめてくださいという5本勝負をさせていただきますと。で、まずじゃあ5本勝負する前に、はい、2人とも救助服、レスキュー服持ってますよね、はい、それまず着替えましょうよと。じゃあ渡さんもう完全に負けないっていうところで。そうですね、もう最初ちょっと虚勢張ったかなっていう負けてらんないですよ。実際レスキューってやっぱもう正直渡りさんのイメージかなり強いですもんね。いや、ありがとうございます。レスキューハウス始めるタイミングでやっぱりレスキューってじゃ誰だって、もう完全に渡りさん。本当っすか。いや、ちょっとね、119じゃ勝てなさそうなんで、ちょっと120でいきます。じゃあさすがに本物のレスキュー隊が負けるわけにはいかないってありますよね。そうですね、実際のところ絶対負けられない。そうですよね。渡部さん、うん、で、あの消防、はい、元消防士だから日本で一番人気の高い人とか、うん、間違いなくそうですよね。ただレスキューハウスがこれから助かる命を助けるために、うん、認知度を日本で一番広くしていかなかったと本気で思ってて、うん、まあ、こんなところに渡ったら話してます。これ着替えたらもうバッチリですもんね。負けてられない。ですよね、はい、本気になります。本気です、はい、ありがとうございます。よーし、来た。はいはいはい、いいっすね。あ、いいっすね。いいよ。ちゃんと顎までいってる？ 30。 はい、よし。よし。よし。
ヒューラーの釣りをし、よし、ハムスにちょっと揺れる、はい、よし、ハムスにちょっと揺れる、はい、よし、じゃあ結束、よし、ヒューラー結びよし、ハーフ長すぎる、もう一回、よし。周囲の安全状況を確認して接触します、はい、で呼びかけ反応して大丈夫ですかって声かけします、はい、呼びかけ反応がなければ周りに SOS を呼んで、119番と AED の手配をお願いしてもらいます、はい、次に呼吸の確認をします。呼吸の確認を行ったのち呼吸がなしとなった場合は胸骨圧迫30回で人工呼吸2回をやって AED の到着、消防隊の到着を待ちます。以上です。救命して周りの人に助けを求めます。で119番通報。マジか、はい、消防あるある一発モノマネ。普段通り呼吸をしているかどうかの確認をした後にで救急隊が来たら救急隊に引き継ぐです。胸骨圧迫とあと 何がありますか。人工呼吸は2回、胸骨圧迫は何回、ウブザ30分回、はい、はい、よし、よし。本当に分からないこれ。火災を4文字で伝えるベテラン隊長。指揮を取るときに爆萌え。当たりよし。整列休めって言うんですけど。すいません、渡里さんの動画、隊長の一発芸の部分だけ切れてまして、おーい、ちょっともう一回お願いしてもいいですか。無理だって、それはほんまに無理。これやらないとでも成立しないんでお願いします。ちょ、マジかよ。新人消防士が隊に対して整列休めと号令する場合は整列休め、これがベテラン救助隊員の場合整列せい。気づいたら、一般住宅2階建物で、炎に囲まれて上からフラッシュオーバー。家族旅行に出かけてて女性の方が妊婦やったんですけど、その時に交通事故で後部座席に座ってた妊婦の人がシートベルトしなくて、はい、それで交通事故にあってお腹の赤ちゃんが犠牲になったっていうのが家族な現場だった。ですよ。よし、よし。よし、はい、ゴール。やった。ギリ。はい、じゃあ今回、はい、遠征なる審査のと渡辺研究さんの勝利です。おお。よっしゃ。いやー、よかった。わかった。やりましたね。あるあるなかったら負けた。ちょっとやられてました。完全にこの準備不足。ただ。やっぱ臨機応変に対応するっていうので渡里さんの方がやっぱりすごかったなっていう。いや消防あるあるで完全に刺されてました。やっぱ何でも備えて大事だな。渡里さんはテレビメディアを使ってのレスキューの発信、隊長は YouTube と使って災害防災に関して発信するためのレスキューっていうことで、2人ともレスキューこれに変わりはないなと思ったんですけど、まあ、けど、はい、レスキュー発信したら負けたよ。はい、負けよ。負けました。いや、ちょっと待ってください。そんなこともないですよ。あるあるがなかったら、もうそれまで全然断然もう一周させられてましたから。負けたら、あ、すいません、今日、渡り177でしたっていう。すいません、今日ちょっと、119じゃなかったっていう準備、負ける準備、用意周到してましたから。負けに備えてましたもん。いい戦いでした。ありがとうございます。はい、これは少しでも渡りさんに近づける。いや、そうですね。渡りさん超えしましょう、レスキューで。はいはい、ということで今回の動画が良かったと思う方はいいね、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。助かる命を助けるために。それまでこう死体を見たことが
なかったんですよね。こうあばらの衝撃が、まあ、手に伝わってくるといいますか、白黒になってるんですよね。なんか光景というか、なんかもうやりたくないって思ったんですよ。あなたの熱い思いを合格へ導くのが砦です。私たちはその熱い思いを形にするために全力でサポートします。